えっと、まずセリフをやっぱりちゃんと覚えなきゃいけなかったんであの結構練習してきました何気に2日3日ぐらい頑張って鏡の前で言ったりとかしてましたねあとはまあ,あの一応アスリートとしてやっぱり何かを突き詰めるという作業はすごく好きなので、えーまあ、自分の中で何を言えばいいのかとか。 そもそも、えー、東亜薬品さんは何を目指していてどういう概念を持っていらっしゃるのかどういう理念なのかっていうのもすごい勉強して、あのー、この CM 撮影に挑んだつもりであるので、まあ、もちろん声とか表情で表現するのはプロではないですけど一生懸命表現したつもりですやっぱり自分 だけの満足になってしまわないぱえていますえー、今回その鏡,を鏡の前でやったりとかもしていたっていうのはやっぱり自分がなんとなくその気持ちに浸ってやってるんではなくて本当にそれが伝わってるのかどうか客観視をしていかなくてはいけないということを常に考えてはいてフィギュアスケートのプログラムもそうなんですけれどもやっぱり思いが強ければ強いほどどうしても自分の中の気持ちこれを伝えたいみたいなものが強くなってしまって。 すすごく独りよがりがなななものになりがちなんですねそれはすごく丁寧にちゃんと届くかどうかっていうことを考えてきましたあでも今回はインタビューの方もあったのでまだ少しリラックスもできましたあと監督さんがすごく優しい方だったんで。<laughs> 1> 1回だけお会いしたことがあってちゃんとお話はできなくて挨拶ぐらいだったんですけれども何ですかね普段から輝いていらっしゃるというかそういう印象がありました僕もやっぱりこういうふうにアスリートとしていろいろやってきてまたこうやってこういうお仕事もさせていただいている時にそうやって常に輝ける人になれたらいいなって思いました。 音に合わせて踊るででもいいんですよ別に誰にも見られてるわけではないので例えばお風呂場でやってもいいですし洗面所とかでやってもいいんですけど僕なんかだったら好きなアーティストの方の,その演奏とかを見たりしてもうめっちゃエアでギターをするとかベースを弾くとかボーカルやってるフリーみたいなそんなんでもすごく気持ちよくなりますし。 その80年代とかのバブル絶頂期にそのお立ち台に立ってた方とかはもうそ,れその時の音楽を聴いてもう誰も見てないけどなんとなくその気になったら十分楽しめると思いますしかなりカロリーも消費すると思うんですよねそういう瞬間を作ってもいいのかなってあとはその家族がいる方々はお子さんと一緒にとかえー まあ、パートナーと一緒にそうやって恥ずかしいけどちょっとやるだけでもその家族の雰囲気ってすごく良くなるんでそういうことはやるようにしてますね、はい、<laughs> それは無茶ぶりじゃないですかね <laughs> 恥ずかしいですよねさすがに <laughs> はい <笑><笑>まあでもあのアップの時とかよく歌ってますしね僕はあんな感じですあとがん泣きしますすごいもうあの泣きたい時はあの泣きたい自分に浸っちゃうようにしてますねもう浸っちゃって「いいよ泣けばいいじゃん」って「もう悲しいじゃん俺」みたいな感じでちゃんと泣いて発散してあげるといつもいつの間にか 心が健康になるしあの心が健康になったら今度体も健康になっていくんでそういうふういにしてます、えー、このような状況の中で本当に人と人とのつながりが本当に弱くなっていたり、えー、思いっきり笑う機会とか感動して一緒に泣く機会とかなかなかないと思います。 本当に本当は外に出たくて外の気持ちいい空気とか浴びたくて家の中で苦しい思いをされている方もたくさんいらっしゃると思いますそんな方々にとって自分のスケートが少しでも悲しくても何でもいいんで少しでも皆さんの何かの気持ちのかけらになれるような演技をしていきたいなと思いますし本当に。 ちょっとでもいいのでそこから一秒先でもいいので前に向けたり後ろに行ったりそんな気持ちの動くような演技をこれからもしたいと思ってます自分の言葉はまだまだ拙いこともたくさんありますし自分で言えてないこと自分が表現しきれてないことたくさんありますけれどもどうかこれからも健康に気をつけてそしてその皆様の心の笑顔につながるような演技をこれからもしていきますので ぜひご覧ください。そして自分の心の笑顔をこれからも大切にしてください。ありがとうございました。羽生さんに伺いたいことは一つは、まあいろんな不調とか体の具合、それをどうやってあの腹にのけて。 あやって滑ってて滑られるのかってのとっててとも不思思議に思うんですよねそういう強さみたいなものはどうやって来るのかしらそれはまず私言いたいたです実は僕よくそのメンタル強いねとか心が強いねっていうことはよく言われるんですけど自分の中で強いって思えたことが一度もなくて試合のたびにすごく緊張しますしこうやってインタビュー受けてる時もすごく緊張しますし今回 CM 撮りなんかは特に やっっぱりり言葉で何かかを表現しななきゃいけなかったり自分は言葉を使うのがすごく下手だなって自分の中では思っているのですごい緊張するんですけど一生懸命準備すするようにはしています自分が緊張してダメになってしまうっていうのも分かりますしその緊張が力をくれるっていうのも分かっているのでその力をもらう前段階の土台をしっかり作るっていうことは意識してやってます。 二つ目の質問ですけど羽生さんが本当に自分の心の笑顔自分が心からこう笑顔が出ているそういうのはどういう瞬間ですかそれを伺いたいと思いますやっぱりそれこそ心の笑顔になっていただけた時ですねやっぱりそれを感じられた時はやっぱすごく嬉しいですし あの今いろんなアーティストの方々もそうですけれどもあの無観客でやったりとかあのなかなかその直接人のつながりっていうものが見えなくなっているような状況の中でやっぱりりそれを感じ取るるとととかか理解すす寄り添うっていういことは非常に難しいなって思うんですねただそれでも何かそこにちゃんと心から手を伸ばしてあげてそれを感じようと思えば感じられると思いますし実際にそれが自分が納得できるものだったら。 多分自分の中でもちゃんんとと何かを感じられると思うんですよねだからちゃんと納得できるものにしてでそれがまた誰かのもとにつながってそこで心の笑顔ができていたらやっぱり僕も笑顔にななれるなって思いますそうですねお若い方ばっかりが多かったので。 とてもあのまあどんなものが出来上がるかなと思ってとても楽しみです。そうですねなんて言っても上野動物園のパンダが双子を生まれたことですねまだピンク色して。 でも少し黒いのがちょっとここら辺見えたりしてるんですけどだからパンダってこと絶対分かるんですけどそれは見て可愛いなと思ってそれはとっても私はうれしかったことです。そうね私あんまりくよくよしない人間なので憂鬱なことがあったりとか失敗したりとかなんかそういうことがあっても一晩寝れば大体忘れるので。 割とあの,のんきな日々を暮らしているという感じです私が紅白歌合戦の司会をした時に羽生結弦さんがたまたま舞台に出る袖のところで一緒になったらば、なんか僕徹子の辺に出たいんですっておっしゃったんだって自分の人生で <laughs> そんなにあんなにすごい方とご一緒に何かすることになるなんて思っともなかったんでそれはとても楽しみにしてました皆さんもどうぞいろいろあのらいことがあったりいろんなこういう時代ですから気にすまないこととかいろんなことあるかもしれないんだけどあんまりくよくよしないで 特に羽生さんのようなあの方はそ大変だと思いますよね体を使ってあれだけやってらっしゃるんだからそれからあれだけスターだといろんなこともあると思うんだけどそういうことをくよくよしないでまあけしないようにだけしてそれで笑うとあれだけかわいいんですからあの笑顔であのまあ天才的な。 あのス,スケートをみんなに見せてくださいってお伝えしたいと思います。倉柳さん、えー、ご無沙汰しております。羽生結弦です、えー。非常に僕なんかが質問していいのかなって思うんですけれども。まず、まあ、あの健康について。僕は結構怪我とかが多いので。結構怪我によって。 それこそ心が傷ついたりとかちょっと棘のある言葉に傷ついたりとかそういうこともあるんですけどまあ、こういう業界に長くいられる徹子さんだからこそどうやって乗り越えているのか聞きたいなと思っています羽生さんのようにカードを使う仕事はしてないんですけどやっぱり気をつけないとあのスタジオの中は暗いので物にっかかって転んだりとかそういうことを絶対しないように ままああの私は気をつけてきましたそれからあのやっぱり人からちょっとね傷つけられたりとおっしゃったけどまあ、くよくよしないことあんまり憂鬱に思わないことそういうふうにして生きていこうって自分で思っているのであなたもそうだと思うんですが私芝居,はやっています芝居の時は練習が必要でしょ。もう これ以上ししなくてててももいいと思っても稽古してそ,れでそれでダメだった時はもうしょうがないんですけどもあなたはやっていらっしゃるからいいけれど私はそこのところは練習しなければっていつも思っていますでもきっとあなたもそう思っていらっしゃるだろうなとは思いますあと、えー、もう一つ、えっと、すごくいつも輝いていらっしゃると思うんですけど。 どうやったら。そうやって、いつもいつも輝いて。いられるのかなと、いつも笑顔でいられるのかなということが疑問になり、なってます。ぜひ、聞かせてください。まあ、私のこと輝いてるとおっしゃってくださってね、とても嬉しいけど。あなた、あの、スケートやってる時、輝い、輝いてるじゃない。だから、あなたは、それでいいと思います。まあ、もし私が輝いていたとすれば。それはやっぱり、いろんなことに、あの。 常に興味を持って、あの私『徹子の部屋』っていう番組は45年今度46年目に入るんですけどそれだけ長く毎日ね46年間もう人に物を聞くっていうのは普通だとちょっとみんな飽きちゃったりするかもしれないけど私も飽きるってこと事がないのねだからいつも続けてやっていくっていうことでずっとここまで来たんですけど継続するってことがやっぱりね大事だと思う。 まあなたもあの全然仕事は違うけれどスケートやっててもしかしたら辞めたいと思う時もあるかもしれないけどそういう時にやっぱり継続っていうのはとっても大事だっていうことそれは私の何て言うの先輩としてちょっと言うことがあるとすれば、まあ、継続は大事です。